ネイルサロンお客様の本音。私2枚爪でネイルの持ち悪いんですよね。じゃあちょっと厚めにネイルを乗せておきますね。日常生活では爪先をあまり使わずに指の腹を使って生活するように意識してください。はーい。手術後自宅でのロッコさん、ボタン取れてる。あ、ネイリストさん爪先使わないようにって言ってたよな。気をつけないと。あちゃなまー。ネイリストさん爪先使わないようにって言ってたな。気をつけないと。お直しが必要になったロプコさん。やっぱ爪2枚に分かれてかけちゃいました。日常生活でお爪使わないようにって言ったじゃないですか。気をつけてたんですけど。ロプコの本音、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